はい、どうも、ルルシでございます。今日はですね、私が愛用しているスキンケア用品をご紹介したいと思います。はい、その前に洋服が、服装が、ごめんなさい、なんか変ですいません、なんか思いっきりなんかこれからジム行きますみたいな格好してるけど、行かないけどね。ちょっとね、腕筋そういえばついてきた。動画じゃ分かりづらいかちょっとね、ちょっとだけど力こぶが結構できてきた。はい、では紹介します。はい、まず、クレンジングですね。クレンジングと洗顔のご紹介をしたいと思います。クレンジングが、私はいつもこちらでアイメイクを落としてから、次にフェイスメイクを落としてるんですけども、こちらが、ビフェスタの、ウルオチ水クレンジングローションモイストです。はい、これ結構有名じゃないかな。ごめんなさい、見づらいかな。透明なんでね、透明なんで。パッケージはこんな感じで、詰め替え用もあるので、私は詰め替え用を買ってなくなったら継ぎ足してるっていう感じですね。これです。これがあのアイメイク濃い方だったりとか、あの唇のね、あのなんだマットリップとかね、落ちづらいと思うんですけど、そういうのもするんで落ちます。で、あのアイメイクを落とすときに必ずあのどうしてもこうしても目に入るじゃないですか、若干。で、あの染みるものも結構あるんですけど、これ全く染みないです。それも嬉しくて、結構ずっと高校生ぐらいから愛用してるかな、ずっとこれです。特にね、肌が荒れるとかもないので、ずっとこれを使ってます。これでアイメイクをまず落とします。はい、で次に、フェイスメイク、全部この全部ね、アイメイク以外はこちらの、ファンケルのマイルドクレンジングオイル、はい、こちらも有名ですね。今までですね、結構いろんな種類のクレンジング試してみたんですけども、私はもうシンプルに、これが一番良かったです。はい、私実は肌がすごい敏感肌で、あの合わないねものを使うとすぐにブツブツできたり赤くなっちゃったりするんですけど、これはね全然問題なく使えてるので、多分私の肌にはすごい合ってるんじゃないかなと思います。で、何よりこちらすごい落ちます。トロンとしたね、オイルなんですけども、こちらをねのせると摩擦があんまり感じない感じで、落とすことができます。で、私の肌質だと思うんですけど、余分な成分っていうのかな、美容成分とか、例えばラベンダーオイルエキス、ラベンダーのエキスとかバラのエキスとか、そういうのをさ、あの結構お肌にいいですよって入れてるものが多いと思うんですけど、そういうのが入ってると私結構過敏に反応しちゃって、あんまりねダメなんですよね。なので、無駄なものが入ってない、そういう、ね、美容成分とかそんな入ってないものの方が私はクレンジングに関しては弱ったです。なのでずっと私はこれを愛用してます。はい、一つ難点がありまして、ちょっとねお湯ですすぐ時にちょっと落ちが、すすそのねオイルの落ちる感じが結構ちょっと時間がかかる。そんなスッとは落ちてくれない。ただまあそれでも、あの落とした後は突っ張るとか全くないので、すごいいい商品だと思います。はい、はい、次に洗顔をご紹介したいと思います。愛用してるのこちらでございます。じゃん、極泡のドラ泡洗顔石鹸。こちらですね、あの某これに似てる洗顔形といい、似てるじゃないですか。まああの全然値段が違くてですね、あのすごい安いんです。3つで1600円ぐらい、3個でだよ、3個 で, でこれがね、あの私は Q10 っていうサイト、あの結構安いで有名なサイトがあるんですよ。そちらで私はこれいつも買ってます。で、これが、まあ、あのネットを使って泡立てるとすごいモコモコの泡ができて、めっちゃ気持ちいいです。で、あの洗った後も突っ張る感じもないので、素晴らしいと思います。これはね結構良いです。で、某泡洗顔、これと似てる洗顔より容量、これでっかいんですよね。多いんですよ、 130g で。多分もうちょっとちっちゃかったと思うんですよね、某泡洗顔は。これずっと愛用しています。はい、次に化粧水と、私はクリームを使っているので紹介していきたいと思います。春夏と秋冬で私は分けて使っています。で、まずね、冬に使っていたものを紹介したいと思います。冬にはこちらのディセンシアの包むローションセラム。化粧水っていうよりもうね、美容乳液みたいな感じ。ちょっと出してみようか。見えるかな？ここに出したんですけど、
こういうねちょっとゆるい水ではなくてちょっとトロンとした感じで、で結構ね馴染みがいいんですよね。肌にどんどんぐんぐん吸い込んでいく感じ でこちらのディセンシャというブランドが敏感肌の方がよく愛用しているブランドさんです。でこのディセンシャ自体も敏感肌さんに向けてっていう感じでいつも商品を作っています。私一回肌がものすごい荒れちゃったことがあって、その時にこのブランドのこのねフツムローションを使ったら結構肌がね復活して、それ以来私はここの商品をずっと使ってます。それまでは私ビーグレンの商品を LINE で揃えてたんですけども、まあちょっとね乾燥が気になっていました。なんですけどこのディセンシアのこのフツムローションセラム、これに変えてから全然乾燥知らず、本当に乾燥知らずです。でクリームが、そう私クリームがまだ開けてなくてそうタイミング悪くて、この春夏の時期に入った時に切り替えるのを忘れていて、ちょっとまだ冬用のが残ってるんですけども、これがねツツムのフェイスクリームの R1 っていうちょっと濃厚なタイプのクリームです。これがねものすごくいいです。本当にちょっと、真珠ぐらいの一粒で、もうすごいね肌に薄い膜が張られたような感じで、すごいね保湿を守ってくれます。保湿を守ってくれる、水分なんだ潤いを守ってくれます。でいいのか。でつける量を間違えるとベタベタしちゃうんですよ、すごい保湿なので。なんですけどちょっと本当にちょっとですね、本当この小指の先ぐらいちょっとを手にまんべんなく塗ってこうのせる感じでやるといい感じに潤います。でそんなベタベタもしないです。はい、次に春夏はこちらですね。同じくディセンシアのアヤナスというラインの商品です。このねアヤナスすごいこれいいんですよ。ちょっとこっちのね包むローション、こっちのラインとはよりはちょっとお高いんですけども、それでも全然お値段は安い方だと思います。こっちが、クリームと揃えて5000円ぐらいで買えるんですね。こっちはちょっと倍ぐらいしちゃうんですけどもクリームとこれで揃えると、詰め替え用で買うと8000いくらだったかなぐらいで買える。でもそれでもすごいクオリティはそれ以上だと思います。私はこれをね使い始めてからもう肌が全然荒れることを知らない感じです。結構私は不規則な生活で夜更かしもすごいするし、だから肌荒れする要因は結構あるんですよ。なんですけどこれに変えてから全然肌荒れ知らずでございます。で私クリームが詰め替え用をこう送られてくるのを忘れていて容器を捨てちゃって、バカでしょ。だから私もう100均で容器を買って入れてるので、ちょっとね汚らしいんですけどすいませんはい、ちょっと詰め替え用ねレフィルが来ちゃって、これ汚い、ごめんなさい汚いんですけどクリーム、このクリームもすごい濃厚で、ただ冬に使っていた包むのねローションのラインのよりはちょっと軽いって感じかな。さっぱりではない、軽いって感じです。これも本当にちょっとで、すごい潤います。すいません、なんかディセンシアさんの商品めっちゃ推してるんですけど、別に回し物でもなんでもないですからね違います、ただ単に私が敏感肌でこの商品に助けられたので、同じようにね敏感肌で悩んでる方結構多いと思うんですよ。なかなかね敏感肌ってめんどくさいんですよ。試して化粧水試してないと分かんないじゃないですか。それでめちゃくちゃ荒れちゃうんですよね、いろんなもう荒れちゃって、でいろんなもの試すけどそのために荒れちゃったりして、結構ね大変なんですよ敏感肌なので例えばさ泊まりに行ってホテルに備え付けの化粧水とか使ったらもう受け付けないですよねもう受け付けない。多分敏感肌の方あるあるなんじゃないかな。もう全然ダメです。なので一度ねこういう、自分の肌に合ったものを見つけると安心してねそれを使い続けられるんでいいと思います。でまだねこの安心してね使い続けられる商品見つけられてないって方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。トライアルキットとかも多分あると思うのでぜひ、見てみてください。はい、女の子はね特にこの肌荒れをすると
もう外に出たくないし、人にも会いたくないし、イコール仕事もなんか嫌だし、やる気も起きないし、元気もなくなるっていう、すごい最悪なスパイラルに陥るので、ね、お肌がなんかすごいね、綺麗、あ、今日いい感じってだけで、なんかちょっと元気だし、ね、そういう単純な生き物なので、ね、少しでも、まあ、敏感肌の方、いたら、ちょっと使ってみてはいかがでしょうか。ディセンシアさんの商品結構ね、リーズナブル、結構手が届きやすい価格なので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで今日は私が使っているスキンケア商品、クレンジングと洗顔と、あと基礎化粧品ですね、化粧水とクリーム、すべてご紹介していきました。今これ以外は何も使っておりません。なので美容液とかね、なんだろう、化粧水の前にやる乳液みたいな、そういうのもあるじゃない、導入液か。なんかそういうの私もうめんどくさくて。めんどくさいので、とりあえず2ステップ。化粧品？化粧品じゃない、化粧水？プラス、それを閉じ込めるクリーム。OK! みたいな。OK! 簡単みたいな感じです。ごめんなさい。ちょっと大雑把な感じで申し訳ない。はい。ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。